モバイルメディシスは、東方大学医療センター大橋病院における厚労省実証事業において、これまで利用されていたモバイル ICT 技術の愛称として2011年12月14日に命名された。プロジェクト発足の原点は、非常に単純に急や急急に搬送された患者のリアルタイム心電図をマファーフォーマットで場所、時間を問わずに見られれば、 より適した医療を施せよもの向上も望めることを期待され、東方大学医療センター大橋病院循環器内科杉香る教授のもと2009年にプロジェクトはメディカルバンクの協力を得て発足した。プロジェクトの成果は大きく過酷な勤務状況下で働く最善医師の状況感は情報共有における医療事故のゼロ化及び医療費の低減にも役立つことが実証された。 医療界におけるスマートフォンを軸とする第三世代携帯端末は医療用モバイルの潮流は救急救命、循環器領域だけとどまらず関連領域にも地殻変動とも言える影響を及ぼし医療用モバイル ICT の歴史のターニングポイントとなるほどの大きなうねりとなっている。その背景には日本の医療制度や医療環境が大きく関係している。 特に高齢化社会と医師不足からの地域医療再生やチーム医療の観点から医療用モバイル ICT、つまりモバイルメディシス不可欠な医療ツールとなってきていることが考えられる。2011年から地域における診療連携にもモバイルメディシスの応用が厚生労働省チーム医療実証事業と加わり新たに院内にチーム医療推進室が設置された。 すでに心電系から、んぎこもクロッシー通信網を介して、ダイレクトに連携先、医療機関に送られ、即座に心臓専門医からアドバイスを返答する試みが、すでに24時間体制で運用された回評価をされている。ブラックベリー9550でのマファー、アプリ臨床における情報は、多種多様であり、いくつかの種類に分類される。その中でも、心電図波形や、 生体モニターの情報は、主観情報や身体所見など医療者の観測に基づく病態などと合わせて、極めて有効かつ重要な情報である。また、判断に関する情報には、医療関係者の患者の病態に関する思考に関する情報があり、判断に基づく行為に関する情報としては、処方オーダーや処置の指示や診療計画に関する情報がある。これらの情報をもとに、 主に下記のような処理技術の応用に関する研究が行われている。臨床における意思決定システムの定義、患者データ項目の2つ以上を使用して、その症例に得意的な推奨、助言と作成する、能動的知識システムとされる。他の分野の意思決定支援よりも広い機能を有し、主にチェックリストのような診療情報の管理の支援や、 診療業務の分配のための診療業務フローの管理、過去の防止や質の評価指標のための診療の質の管理支援機能も含まれている。初期の臨床における意思決定支援システムには、1969年のデドンブルらによる確率とベーズ理論を用いた、腹板の診断支援システム、1973年のショートリフラの後ろ向き推論ルールベースシステムを用いた、 感染症の診断管理を支援する代表的な賠償、1986年の QMR や1987年のダックスプレインに代表される一般内科診断をヒューリスティックス論を用いたシステムが提案された。これらは専門医と比較しても遜色のない診断制度を有したが、ほとんどスタンドアロンシステムで病院の情報システムとの統合化は行われなかった。 初期のシステム開発の目的は、このように臨床の診断支援であった。イベントモニターシステムとは、診断支援システムの次に登場したのは、診療プロセス内で発生する検査や、薬剤処方や、外来診療予約などのオーダーや、その結果に応じたイベントに対応した薬剤の、配合禁忌等の警告や、外来追跡患者の外来診療検査予約などの、リマインダー提示システムである。 主要なシステムとしては、ケア、ヘルプ、アーデンであり、限られた領域での導入が、比較的簡単であるために、病院情報システムと統合され、臨床的有用性についても報告されている。上記のように、DSS を分類すると大きく医師が必要に応じて、診断情報を求めるような受動的な DSS と、能動的な DSS に分類される。 能動的な DSS とは、警告やリマインダーのように診療と非同期に行われる、ものと医師と対話的に推奨情報を提示させるもの、薬剤間の相互作用チェックのような、検証システムによる評価結果を提示するものに分かれる。DSS における知識表現法、臨床情報処理における DSS の知識表現には、決定目や影響ダイアグラム、 ニューラルネットワークのような量的表現と、ルールや流れ図、フレーム、論理のような質的表現に大きく分けることができる。臨床における、DSS における推論と実施エンジンは、症例に特異的なリマインダや、推奨、助言や評価を作り出すため、意思決定知識を患者データに適用するプログラムと言える。当然推論法は、知識の表現に依存し、 ルールを用いる場合には前向きあるいは後ろ向き推論が用いられる。推論の実施エンジンは患者データ入力を必要とするための病院の情報システムと連動させる必要がある。診療ガイドラインのそもそもの目的は診療におけるベストプラクティスの実現にある。それではベストプラクティスとは何か 患者の特性に適合した安価な診療であるとすると患者の特性評価とそれに対応した治療法の選択が課題となる。伝統的には医学教育と臨床研修を行い診療マニュアルや症例報告、専門医の意見を総合して経験的にベストプラクティスの思考について習得しているが現状の文章化されただけでの診療ガイドラインのままでは 効果が少ないことが報告されている。ありがとうございます。